はい、おっちゃんです、今日は3月17日ね、おっちゃんの誕生日まあそれどうでもいいとして、7のつく日なので9イベント日ですね。今日もね、おきどきの方ね、立ち回っていきたいと思います。それでは行ってきます。
い、今終わりました。今日は誕生日ということでね、負け取れんもんですからね。ということで、今時間はもう4時ぐらいかな。で、結果の方なんですけど、投資が1万2000円、回収が3万8200円と、おやつ、カステラか、カステラ2個。まあ、2000円相当ぐらいのやつね。で、まあ、差し引きで、収支が、2万6200円の勝ちということで、まあ、一時期ね、おこれ6かみたいな、まあ、5、6、めちゃめちゃいい挙動だなっていうことでね、一撃3000枚以上出てね、これもしかしたら、まあ、5000枚オーバーいくんちゃうかな、思っとったんですけど、いかんかったね。まあ、スルー、6スルーだったっけ、7回目でね、やっと最後ね、天国来てくれたんだけど、まあ、連チャンちょっと弱く、途中ね、1回ドキドキ確実にね、ラッキーいったんでね、入ってましたね。でもそれもね、レンちゃんもちょっと弱かったかなっていうのでね、まあいつものおっちゃんだったら3000枚、まあ、3102枚っていうのがね6万円のラインなので、そこでやめてるんですよね。ただ今日はちょっとね、なんだろうな、奈良の日っていうイベ、まあ、旧イベント日っていうことと、まあちょっと売ったろうかなっていうね、実際どういう挙動するんだっていうのをちょっと試したかったっていうのもあったんでね。で、まあちょっとやってみた結果、まあ出玉を減らして終わったっていう形になりました。まあでもね、一応負けてはないんでね、まあよしとしましょうということでね、また明日につなげるということで、また頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それではありがとうございました。